おはようございます。ということで、今日の動画は、東京に日帰りで NHK 収録をしに行った一日ということで、山形県鶴岡市から飛行機に乗り、そして東京都渋谷区の NHK に行き、で、そのまままた山形県鶴岡市に帰ってくるという日だったので撮ってみました。はい、朝こんな感じで起きますね。眠たいです、とっても。で、足のバタつきがあるのでそれをゆっくり見てから起き上がります。で、今日は長旅ということなのでレッグバッグつけてますね。太ももにレッグバッグが落ちないように私はだいたいスパッツを下に履いてレッグバッグ押さえてパンツ履きます。で、スパッツも綿素材じゃなくツルツル素材のスパッツを履くとパンツが履きやすくなるっていうことに気づいたので、下着履くのと1枚重なるけど、でもズボンが上げやすくなるので試してみてください。足の形成が強すぎて膝が内側にキュッと入っちゃうんですよ。だから内もも同士がめっちゃぴったりくっつくから真ん中のズボンが上げにくいし上げにくいし、腹筋もカチコチなんで起き上がりにくいっていうのが最近の悩みですね。なかなか福岡に行くタイミングがないので体が本当に硬くなってきました。で、寝るながらこうやってズボンのファスナーを上げると大きい大きいお腹でも締めれるのでいいですね。はい、これもすごい、もう形勢が強すぎて緊張強すぎて起き上がりにくいってやつですね。はい、ということで空港に向かいます。自分で運転して向かいます。朝なので地味に朝渋滞があって遅れそうだなっていう気持ちの中で走っております。空港につきまして、庄内空港の車椅子カウンターはこんな感じです。もう私のためにすでに車椅子も準備してありますね。で、スタッフさんに押してもらって、機内に入っていきます。事前感謝サービスというものがあるので、車椅子の人は一番初めに乗り込んでいきますね。はい、もっと前に。はい、大丈夫です。はい、大丈夫です。はい、大丈夫です。ありがとうございます。ありがとうございました。羽田空港着きました。ターミナルで直接行けるわけではない時はバスで移動の時はこういう感じで車椅子専用の乗り物が横付けされております。で、一番最後に降りるので皆さんが降りた後に私がこっちの乗り物に乗ってターミナルまで行きます。今年の12月頃からこういうサポートスタッフとして特別に働いているお母様方、含めいろんな方々がいるので、地方から羽田空港に来てお出迎えしてくれる人たちはそのサポートスタッフさんが、ブランドスタッフさんじゃなくてこういう車椅子を押してくれたりするサポートスタッフさんがいらっしゃるんですけど、もう最近めっちゃもう顔なじみになりすぎて同じ方が接してくれたりするので、まあもう容量が分かってくれてるので、あ、どうもどうもいつもお願いしますみたいな感じのテンションになってますね。まあ、こういった乗り物も車椅子の人と一緒じゃないとなかなか乗れないですし、見る機会もないと思うので、意外と特別感、乗り物好きにはいいかもしれないですね。で、京急乗ってで、品川着いて、品川から今度山手線で渋谷に向かいます。山手線ピンクゾーン結構できて
スタッフさんお願いしなくても行けるようにはなってきたんですが、渋谷駅がまだ工事中で行けないので、行き別にスロープいらないんだけど、降りるときにスロープが必要なので、行くときもスタッフさんにスロープをお願いして乗り込みます。こんな感じでみんなが出てきて最後の方に私はいつもなります。どうぞ。ありがとうございます。降りる時も一番最後に私は降りますね。結構前の方にいてて、私がドックスペースがない時は一番初めに降りたりもしますけど、車椅子スペースでこう横にいる時はみんなが降りてから最後に降ります。今回海外の車椅子の旅行の方もいてたので、やっぱ車椅子の人って日本の人だけじゃなくて、海外から来た旅行客の人に対してもこう過ごしやすい日本であってほしいななんて思いました。で、これ車椅子の目線こんな感じで低いんですよ。すごい低い。だから人の視線が私たちに向けられてないことが多々あるので、ぶつかったりなんやりっていうのは都会に行くとよくありますね、はい、で、スタッフさんが何口に出たいですかっていうふうに聞いてくれて、まあ、東口に出たいですって言ってこう前を歩いて、車椅子の人通りますってこう大きい声で言いながら誘導をしてくれます。まあ、その大きい声もね、ちょっと恥ずかしいから嫌だなーなんて思ったり、まあ嫌だった場合は多分言わないでくださいって言えば言わなくて済むんだと思いますけど、まあ、こういうふうに案内してくれます。で、タクシー乗り場ですね。はい、お願いします。はい、タクシー乗ります。で、折りたたみこれできなくて、ここをちょっと持ち上げてもらっていいですか。はい、反対側をください。これであとタイヤとそのままトランク入るのでお願いします。渋谷駅のタクシー乗り場で私3番目くらいに並んでたんですよね。で、1番目の人、2番目の人はスムーズに空車のタクシーがタクシー乗り場に入ってきて乗れたんですけど、私が先頭になるとなんか空車のタクシーも乗り場の方まで来てくれなくて、なんか過ぎ去っていくのを見ると、わあちょっと避けられてんのかななんて思ってしまう、その感じもなんか嫌だななんて思いながら、都内のタクシーいつも不安だなって思って乗ってます。はい、ということで NHK あっという間に着きました。今日の服装はこんな感じ、ピンクのパンツとアミアミさん、楽屋はこんな感じですね。はい、ということでお弁当をいただいたので、お弁当頑張って中身見せようとしたけどなんか見せれなかった。ご飯の上に鶏天が乗ってて、あと串カツ、串揚げがあって、揚げ物が多いお弁当でしたが、美味しく美味しくいただきました。 NHK さんのお弁当は結構豪華なお弁当が多くて、前回の収録の時はすき焼き弁当だったかな、その前だっけかな、すごい美味しいお弁当がたくさん食べれるので、いつもお腹を空かせていくようにしています。ヘアメ終わったのでこんな感じです。もうカラコン忘れたの、もうバッグ一つできてさ、やっぱ日帰りだとなんか緊張感がないからカラコン忘れて残念で、残念だなっていう感じで、しかもなんか鼻がね引っかいた感じで赤くなっちゃってたから、頑張って撮影前に消してもらいました。収録して、あと別件で打ち合わせをして、そんなこんなしてたら飛行機の時間に遅れそうになりながら、タクシーで羽田空港まで渋谷から1万円かけて帰りました。はい、で最終便でまた鶴岡に帰っていきます。エスカレーターは登っ
ちゃダメ、使っちゃダメなんですが、車椅子だとこの平らな歩く歩道は、まあ、空港とかだと乗っていいのでぜひ使ってください。はい、羽田を飛び立つ前、もう顔がテカテカなんですけど、やば、やばやば。で、庄内空港着きました。右側に私の車椅子がポツンとあるのが見えるでしょうか。はい、ポツン。で、また自分で運転してお家まで帰ります。もうクタクタですよ、クタクタ。早く帰って寝たいなって思いながら帰ってます。で、お風呂に入って髪乾かして寝るんですが、この映像カーテンも開いてて、なんか後ろの扉も少し開いてたんで撮り直ししたはずなんですけど、そのデータもなく、寝る前までも撮影したんですけどそのデータもないので、もうドライヤーかけるシーンで終わりです。まあ、だいたい12時くらいにはもういつも11時半でももう寝るかな、寝ます。こんな一日でございました。基本ヘルパーさんもいないし、なんかマネージャーさんみたいな人と一緒に行動するわけでもなく、どこに行くにも一人で行って一人で帰ってくるっていう一日を、仕事を行ってます。楽しかった？よかった？またこういう一日が見たいよっていうのがあれば教えてください。じゃあ最後までありがとうございました。